ははいいおはようございます誇るというものです。初めましての方はじめましてということで CD 紹介やっていきましょうという感じなんですけども今回もですね紹介する CD、えー、こちらよく分かっておりません私未まだにはい未だにというか、まあ、今回も分かっておりませんはいかなり反射しますねいいですねなんか結構8センチ c d はね反射しなかったんですけどまあそれはそうだプラスチックじゃねえからな紙だからな反射したら怖いわなはい今回1 2センチ c d でございます久々ですねはいえっ、ー、と式プロジェクトでこ何これ かかかか紅葉かクレハかどれかだと思いいますはさすがにそれ以外の読み方だったら俺はちょっと困るなんかこのか,かっこいいこの和のね感じというかねあクレハ」って書いてありますねここに「はい、クレハ」でした一番ないなと思ってた読み方でした「クレハ」でしたね「はもみじ」かなと思ったらクレハでしたねはいまあ読めるから何とも言えないねうん <laughs> なんていうの全然関係ねえ読み方とかあったら「それこれでこそう読むのかよ」って時ありますけどね、はいえー、四季プロジェクトとということでなんか なの何なんですかねなんかこの感じからちょっとアニメっぽい感じは出してますけどなんか同人サークルとかなんでしょうかはい「式プロジェクト」えー「式式陰謀」と書いてあります多分これで式プロジェクトって読むんでしょうねなかなかかっこいいな「式、うん、陰謀」と書いてプロジェクトまあ確かにプロジェクトって陰謀ですからねはい <laughs> こんな感じになっておりますすごい綺麗ですね、はい。綺麗ですねっていうのはこの状態が綺麗っていうのもあるけどこの絵がすごいね素敵な感じですねと かなりね曲が入っております今回アルバムですよ久々ですねこの感じはい結構なんか英語の「おのかっこいいの誰だこれこの人が四季さんなのかな四季さんっていうか何、えー、だろうこのプロジェクトの立役者というか作った人なのかなんなんかいろいろ「紙に呪い」と書いてこれは「真珠」ですかね「白の黒黒の白祭り」 これ難しいな乱舞かなか縁はあの村という字ですねクルーに穂に乱舞乱舞はあの豪華絢爛の乱にブは舞う恋う銀かな分かんない恋に雨に死銀の銀で源世これで源世と読むのから幻の世と書いてかっこいいなこれもそして愛あこれ愛三三って読むんですかねこれでねかっこいいな残機。よく読めるよ俺 <laughs> えっ騎覧騎覧鬼覧分かんないうん これはあのクローズあのワーストに残機の虎という、はい、チームがいるんでわかるんですけど、はい、で桜草王草ですかね桜に、えー、葬式の草そしてこれ時かな国時国の国ですね、はい、結構ね曲が入っております全部で11曲入っておりますはいえー、このまあ、でも全部ねこの曲、えー、この和志だか一志和志さんか一にえっ、ー、と志 と書く人が多分この人がそうなのかな。はい、この人のプロジェクトが式プロジェクトって言うんでしょうね。はい、なんでこんなに、えー、詳細がわからない cd を私持ってるんでしょうか？はいまあ、分かりませんが、はい、えー、定価3300円ということで、まあ中古で買ったんでそんな払ってないと思うんですけど、というかあの多分まとめ売りとかに入ってきたやつだと思うんで、これ一つで買ったわけじゃないと思います。多分選ぶ感じじゃないと思うんで。ではい。 もうでもでこれが出てきたんでしょうがないですよね。紹介しました。はい。ということで、福岡でした。少し見たと思ってくだいいました。高評価ボタン、そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。今現在、チャンネル登録者数が482人ということで、あと8人で490人となっております。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして Twitter、Instagram、TikTok の動画がらないぜひぜひチェックよろしくお願いします。ということで、福岡でした。また次の動画でお会いしましょう。バイロマ